新年2024年辰年になりますけど、明けましておめでとうございます。本年もどうか健康第一、カラオケにまた楽しむ方々に対しても、いろんなまた新曲案内をしていきます、けれども、本年もどうかよろしくお願いいたします。もうどんどん私も70年半ば長いになりまして、年は取っていきますけど、気持ちは青春の気持ちでいますので、皆様ともども高齢者の方が演歌を特に対象になるかと思いますけれども、ね、年は取っても、気持ちだけは若く、好きなものをどんどん、ね、挑戦していくのも大事だと思いますけれどもね。そうですね、昨年もいろいろ、その前にもコロナもございましたけれども、私もやっぱりカラオケのお店を持っておりましたけれども、辞めてからもう年金暮らしでとっぷり使いまして、その中に YouTuber として、今新曲案内も、ちょっとこう勉強不足ですけれども、一生懸命皆様に喜んでいただくために新曲案内をしておりますけれども、あれからもう商売してから17キロほどちょっと痩せました。もう当時はお店やってる時もね、不足な時間がございましたんで、80、もう90キロ近くになっておりましたけれども、それからまた、ある程度、医学正しいまでいかないですけれども、皆さん並みにちょっと早起きはしますけれども、早寝早起きっていう感じでございますけれども、17キロほどちょっと痩せてしまいましてね、まあ、それが自分の一番ベストの、ね、大事だと思いますけど、周りがちょっと病気したんじゃないかとか、いろんな部分でございますけど、これはまた自分たちの一番ベストな、状態だと思いますけれどもね、皆さんもこれからまたね、大体70代、80代の方々が、大体演歌を楽しむ方の対象の方が、まあ、この YouTube を見てらっしゃると思いますけども、これに懲りず、しっかりまた少しでも参考になればということでね、今年も本年もしっかりとやっていきたいと思います。夏年ですね、夜の男に登っていくような、まあ、そういう勇ましい、気持ちで、まあ、挑戦っていう人との気持ちで、ね、人生に悔いのない、また今年も、ね、しっかりと楽しんで、健康第一に頑張っていきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。いろいろ昨年とはお世話になりました。今後ともこれに飽きず、本年もよろしくお願いいたします。私もちょっとね、商売やってた以前に比べればもう5、6年前になりますけども、そうですね、体重も90キロ近くあったものがもう70キロ台で、もう17キロから18キロ近くまでちょっともうね、生活感が変わりましたんでね、ちょっと痩せて、痩せましたけど、今まで着れなかった服までも、もうすんなりと少しスマートに着れるかなという感じでございます。まあ、年も取りましたし、首周りとかいろんな部分で、高齢者かなというか、ちょっとね、こけてはちょっと痩せかけてはおりますけれども、とにかく健康第一に自分自身を留意しながら、これからまた、新曲の案内として頑張ってまいりたいと思います。ようかどうか皆様、またチャンネル登録の方もまだされてない方も結構いらっしゃいます。視聴回数が多い割にちょっと、投稿とかいわゆる最後までしない方がいらっしゃるんですね。そういうことにね、ちょっと私のちょっとね、ワッポイントっていうかね、借りた電話をちょっとお伝えさせていただきますけれども、カラオケの方は大体皆さん、生徒の方も私も持っておりますけれども、レッスンしてますと、やっぱり新曲ってのは皆さん元歌をしっかりね弾きながら、ある程度歌を覚えるのが昔からこうねよくありますけれども。まあ、中には才能のある方は、まあね、しっかりと音源をその元々を聞きながら、歌手さんの CD を聞きながら、しっかり何回も練習して、まあ、上手い方はそれ以上にまた上手くなっておると思
ども、まあ、比較的私のこう持ってる教室の方は、まあ、レベルはそうですね、中くらいぐらいでしょうかね。そんなことで高齢者が70代80代の方が多いもんですから、まあ、考えようによっては、まあ、一つは音を取るのが最初ですけれども、私もやっぱり覚え始めたのは YouTube というのはろくな練習もしないで複数の曲を、ね、皆さんに伝えるわけですから、一般の方々に比べれば、まあね、練習会ってほとんど少ないですね。大体その新曲が出ますとやっぱり30分前後で、ね、ある程度こうね音を少しギターで弾きながら取りながらやってますけど、どうしてもね、発売前のものが多く私は投稿しておりますんで、本日はどうしても若干違う部分が出てくるのは、まあ、ありますけれども、当然ながら伴奏もねやっぱり編曲された曲っていうのは歌はやっぱ飾り立てる、歌を引き立てる役目がございますんで、そういった部分で編曲された曲とまた生のこのギターの、その演奏とは全く違うわけですから、そういった部分で履き違いのないように、勘違いのないようにしてくださればいいと思います。あとご要望なんですけど、やっぱりいろんな YouTube の方々が最近多くなりましたけれども、まあ私の場合も最初見たらもう歌を聴いたらちょっとうんぬんってことで短いほんの時間帯で、止めてしまう方が多いんですけど、できれば最初から最後まで本当の最後まで見てくださればよろしいかと思います。まあ私のペースもどうしてもこう最初1曲ワンコラスを歌いますけども、覚えたわけじゃない、ほとんど覚えてないんですね。まあ楽譜を基づいて、自分の感じである程度こうかなっていう形で短時間15分か30分以内ぐらいでちょっと練習して歌うものですから、で多少やっぱりこういう世界の皆さんに、まあ特に日本の方々にもやっぱりこうね注目を浴びてるものですから、ちょっと緊張感が出ますんでね、若干そういう不慣れな部分で音がちょっと一部的にこうちょっと変わるっていうか取れてない部分がございますけど、そういう方が意外とこう最初の音を聞いてまた発売になった歌を聞き直しして若干ちょっと違うなとかいろんなコメントくださいますけど、覚えた方はまたその本人の歌を聞いてくださればいいと、それをまた見直すように私のこの歌の部分の成立をもう聞き直しして、なんかこう調べるような方が結構好きな方がいらっしゃいますんで、まあ YouTube のコメントはまあ基本はね相手のトラウマにならないように失礼のないようなそういうね、コメントしてくだされば、それが常識なんですけど、やっぱりどうしても深夜見てる方が大体こういう時間帯見ますとちょっと嫌がらせ風のコメントとかあります。でまあ私もやっぱり友達の女性の方々のちょっと YouTube も載せることもございますけれども、女性っていうのは意外と男性から一般の方にも受けがいいわけですね。男性っていうのは意外とこう敵対心っていうかそういうのありまして、俺の方がうまく歌えるやとか、ギターがどうのこうのっていういろんな自分自身の回転を思うかもしれませんが、それやっぱりコメントする場合は、失礼のないように、ね、そういった、ちょっとしたこう音の音源の違いとかうんぬんあった場合でも、自分でそう思って自分なりにこう、ね、好きな歌はそれで歌ってくださるけど、私も決してそれでお金をもらってるわけじゃないですから、ですけども、まあ、YouTuber としてはやっておりますけれども、やっぱりそういう教室と違って何回も先生生徒に実際発売になった時点で教えた時にだんだん私も取れなかったことが取れてきたりっていうのがございますけど、一般的にそうですね教えていますとなかなか優秀の方はだいたい3時間で1時間から2時間ぐらいの教室の中でもだいたい8割ぐらいをしっかり歌えるようになる方もいらっしゃいますし、中にやっぱり、まあ、先生、まあ、いわゆる私の前の音源がちょっと歌い方がこうだよと言ってもなかなかこう直せない、ほんのわずかの部分暗唱ですの一部だけでも直せない方がいますけどね、まあ、これをまたどうしてもコメントと同じにそこにばっかりこうね追求してしまうと本人もトラウマになりがちなんで、まあ、なかなか人間の心情って難しいもんでございますけども、
合は、まあ、歌手になろうというのはほとんどないと思いますけど、わかりませんけど、やっぱり楽しむ、あんまり大きな違いはないですけども、さっきの長った曲っていうのは、時間をかけて、また最終的に本人の歌を聴き直しして、その音に合わせて歌うような、それが一番いいと思います。で先生がこの部分とか一部ものとか、まあ、他の生徒さんがいる中にいて、ちょっとその部分ばっかりこう時間を取ってしまったりすると、まあ、自分自身もそういうその生徒さんもちょっとね落ち込んでしまったり思い詰めてしまうようなことがございますから、作を読んでみるっていうか読めない方がほとんどいらっしゃいますね。それでどうして楽譜は教材がありながら音を取れないというのはやっぱりそのある程度音音源の部分が、それなりに楽譜の見方が音が取れない部分があると思うんですね。そういう部分で、最終的にはやっぱり練習することに自分のこの違ってる部分を自分のことは気づけばっていうか気づかないで思い詰めてしまってそこの部分を先日来るとまた間違ってしまったりっていうのが癖になっちゃうんですね。よく言いますと曲がった首は治らないって言いますけどそういう、まあ、そういう流れはその部分を指摘された時にあここだなと思う。でそういう部分がそこである程度何回か練習してですね音が治ればいいんですけど治ったかどうかわからない場合は自分のその、まあ、結構皆さんの生徒さんの録音機を持ってますので、ね、スマホでも録音してその部分が治ってるかどうか確認するのが大事なんです。周り側が聞いてているのは自分自身が確認をすることが大事だと思います。まあ、その中でそういう発見が自分自身できる力があれば今後のいろんな歌を歌ってても習ってても音取りが自分自身に気づけば直せると思います。私なんか YouTube なんかいつも勉強するで教えますから最初ってどうしても音が一部一部の音が上がりすぎて上がりが足りなかったり低いところが低くなかったりでございますんでそれはまあ、ね、YouTube の場合は特に最初の歌い出しよりも最後の一番最後の私が、歌詞を載せておりますけどそこでほぼ 95% ぐらいはある程度音が取れてると思いますんでね誰でもこう YouTube っていうのは、一度取るとなかなかやり直しっていうのは効かないんですけどもね今一般的にそうですね、最近の曲ならいいんですけどもう2年前3年前4年前とかそういった部分私も結構いっぱい載せておりますんで、深夜になるとちょっとお酒のね飲まれた方が自分の気持ちをやっぱりそのまあなんて相手のせいにしてやっぱりあんまり良くもないコメントをね、載せる方がいますけどそういうのはおやめくださればと思います。人間ですから誰であろうと失敗もありますしそういった部分で、そのいわゆる歌のこういう講座の見方は最初よりも一番最後が大事なんでねできるだけ最後の最後まで見てくだされば最後だと音が取れないところはやっぱ自分自身で見て分かりますからあここは違ってたなというのもございますから少しでも発売前のものをもう1週間2週間前に私載せるケースが多いもんですからそういった部分で、しっかりとまたねできる限り最初から最後まで飛ばさずに、何回も見てくださればと思います。そのことで、本年もいろいろ病気をしないように、冬場で今寒い時期でございますから新潟の方も一時期1回雪が40センチぐらい市内降りましたけれども今溶けてなくなりましたんでねそんなことで教室の方も、これからのとも、これに懲りずに、頑張って、歌にまた教室に通ってくださればいいと思います。どうしても高齢者が寒いから言いたくないとかどうしてもなりますけど先生って私自身は休むわけいかないもんですから、まあ、たまになんかこう忙しい時にちょっとこの間は一回ちょっと忘れてしまっていけない時もありましたけれども、まあ、そういった部分で、生身の人間ですから完璧さを追求してもちょっと難しい。今 AI が出ておりますしね AI でいろんなカラオケとか音取りも出してる YouTube がございますけどそれを参考にしてもいいと思いますけどやっぱり生の声で聞くのもよろしいかと思いますんで、ね、そんな意味で今後とも、楽しみながら
青春の気持ちで頑張って歌を楽しんでくださればよろしいかと思います。そんな意味で新年の挨拶は長ったらしくなりますけど、まあ自分の思った感じを、そしてまた今後においても参考になればということで、述べさせていただきました。ありがとうございました。良いお年をお迎えください。ありがとうございました。